ユタ。キリュウの兄貴。お前か、ロウ。俺もたくましくなったもんでしょう。兄貴のおかげで随分修羅場をくぐってきましたからね。最初からロウと二人で死ぬ気だったのか、ユータ。そんなんで全部解決するとでも思ったのか。あいにくですけど、ロウと俺が死にさえすれば、もうハルトを狙う奴はいなくなります。全部解決ですよ。なあ。どうせ私が何を言っても聞く気はないのだろう。まあね。よう、クソ親父。一杯付き合えよ。どうやら全てを知ったようだな。あんたがハルトを始末しようとしてることも全部な。それをゲロった舛添はあんたがやったんじゃねえの。舛添が死んだ。それでお前はここに何をしに来た。だから言ったじゃないの、あんたに一杯付き合ってもらいてえって。ガソリンか。あんたら最妖怪には俺の子供ハルトのこともすっぱり諦めてもらう。俺はあんたの後継者なんてもんには死んでもならないよ。だから私を殺し自分も死ぬか。短絡的に過ぎるな。私との交渉次第では自分も助かる選択肢がどこかにあるはずだ。交渉しに来たんじゃねえよ。頭使うのは苦手でね。俺にできんのはせいぜい自分のガキのために命張ることだけだ。俺らの心中に付き合う必要はねえ。お前が死んだらハルトはどうなる。もう誰にも狙われなくなりますよ。俺もロウも死ねば最妖怪の跡目はまっさらに仕切り直しです。他になりたい奴らが殺し合いでも何でもして勝手に新しい跡目決めるでしょう。そんなこと聞いてんじゃねえ。ハルト、父親のいねえ子供にする気かって聞いてんだ。これが俺の最後の頼みです、兄貴。ハルトとハルカちゃんは
兄貴に頼めませんか。だって俺みてえなガキよりあの二人もその方がずっと。聞いた風なことを言うんじゃねえ。こんなとこでお前を死なすわけにはいかねえ。全員でここを出る。余計なことしねえでくれ兄貴。ハルトのためにはこうするしかねえんだ。なら俺は力ずくでもお前をここから連れ出すだけだ。どうしても邪魔するってんなら俺もあんたを追い出すしかねえ。力ずくでもです。俺はここを死に場所と決めたんですよ。男が腹くくって考えに考えて覚悟して今ここにいるんだ。たとえ兄貴にだってそれを止めるなんてできるもんじゃねえ。命の価値を自分勝手に決めてんじゃねえ。一発の口を聞くな。行くぞ。言うて。Ah!
肉だな。最妖怪の血の掟きてが息子を私への最悪の資格へと変えてしまった、うん、ふざけたことを言うな。あんたがこいつをどの面下げて息子と呼べる。その通りだな。我々最妖怪は血の結束を過信して結局全てを失ってしまったようだ。私が赤ん坊に殺意を持ったとお前が知った時に全ては終わっていた。お前はたとえ殺されても最妖怪を継がんだろう。ならもうハルトには手を出さねえか。あいつを二度と狙わねえのか。ああ、最妖怪の総帥として約束する。赤ん坊にもお前にも我々が手出しすることは二度とない。だが一つだけ言っておく。ユータを私と差し違えるように仕向けたのは私を殺そうとするある男の意志だ。な、何の話だ。その男の目的は尾道の秘密を守ることにある。私は尾道の秘密を暴けるただ一人の生き残りなんでな。何？そのある男は陽明連合会のクルスに命じられ、古くから秘密を守るための殺し屋として多くの人間を手にかけてきた。そして今我々最妖怪の血の掟を逆手に取り、ユータが私に殺意を持つようそそのかした。どうだ、心当たりの人物が思い浮かばないか。まさかそのある男ってのは。広瀬のおやっさ。そうだ。バカな。それじゃああの親分がユータを道具に使ったってのか。あれはアジア街を手にした私が息子のジミーローを殺された後のことだ。クルスは尾道の秘密を知る私に日本を撤退するよう迫ってきた。その使いで私の前に現れたのがあの広瀬という男だった。悪いね、時間取ってもらっちゃって。広瀬さんだったか。あんたもおじいちゃんなんだ。孫の顔を一目見たいだろうと思って連れてきてやったよ。あなたの目的は私に孫を見せることじゃないだろう。尾道の秘密の件では。話が早くていいね。本当はあんたを殺しちゃ手っ取り早くて済むんだけどな。でもうちのクルス会長はあんたらが日本を撤退すりゃそれでいいってさ。あの人も俺ももう血は見飽きてんだ。我々最妖怪はすでにアジア外に莫大な投資を済ませている。だがその回収はまだ済んでない。撤退する気はねえってことか。そして何よりクルスの息子は我々の後継者であるジミーローを殺した。ビジネスとしても人の親としても
私にはあなた方の要求を聞く道理がない。そう言うと思ってね、あんたにはいい条件持ってきたよ。なんだ、その赤ん坊を目の前で殺すとでも言うのか。宇佐美優太をあんたにくれてやる。あいつには西王会の後継者になるよう俺から説得してやる。それでどうだ、この条件で飲めねえっつうなら優太に全部話しまうけどな、この赤ん坊があいつの子で、あんたがそれを始末しようとしてることも全部さ。そうなりゃあいつはあんたの後継者には死んでもならない。あんたらの組織が一番大事にしている血のつながりが途絶えてしまうな。それでもいいかい。その赤ん坊はどうする。俺が面倒見させてもらうよ。永遠にこの子の存在は雄太から隠し通してやる。私としてはここで赤ん坊もろともあなたの口を封じるという手もある。やってみるかい。その時は真っ先にあんたが死ぬよ。それに手下ども同じ10人か道連れにさせてもらうわ。ふん、それは大げさだ。そばに控えている部下たちは全員銃を持っている。俺にできねえと思うか。クルスのもとにまだあなたのような男がいたとはな。俺の隠れ家の周りでうろついてるあんたの手下な、立川と松戸へすぐ引き上げさせろよ。それと西王会の神室町撤退には一月だけ時間やる。尾道の秘密はさ、あれ守るために俺何人もぶっ殺してきたんだ。そんな中には俺を可愛がってくれた兄貴分もいてね、もしあんたに秘密ばらされたら兄貴たちが浮かばれねえんだよ。傍から見れば不思議に見えただろう。私は100人を超える部下に守られながら、たった一人の老人を相手にその要求を丸呑みさせられた。広瀬との交渉を終えた私はまず舛添と辰川へ出していた赤ん坊の殺害命令を撤回しようとした。だがすでに岩見常雄へ寝返っていた辰川は連絡を断ち、そして神室町のあのひき逃げ事故が起きた。赤ん坊は広瀬の手を離れ、広瀬は自分が我々への交渉材料を失ったと感じたはずだ。そうなると尾道の秘密を守るためにあの男が取るべき道は私の殺害以外にない。それで広瀬の親分が雄太をあんたに差し向けた。信じられないか。ではあなた方に赤ん坊が雄太の子供だと告げたのは誰だ。宇佐美雄太。舛添や辰川が赤ん坊の命を狙ったことを明かしたのは、そしておそらく殺されたという舛添は
広瀬にとって用済みだったんだろうな。老人が独占していることにこそ広島の力の根源が。極道が長生きをするといろいろなものに縛られる。私は組織の知能を着て、そしてクルスと広瀬は尾道の秘密。そのために広瀬は自分の組の子分だったユータを捨て駒にするまでになり下がった。信じられるかよそんなことを。おやっさんがそんなバカな。それを確かめる方法が一つだけある。なんだ。尾道の秘密を暴くこと。広島の老人たちはそれを阻止するために本性を表すはずだ。ただし、もしあなた方にそれを目の当たりにする覚悟があるならの話だがな。